はい、おー、いらっしゃい、お疲れお疲れです。お、あれどうしたのこのバイク。おー、これは車検で入ってきたんだよね。いや、そんなことは聞いてないよ。このバイクがなんだかご存知ですか。いや、GSX-R の1100ですけど。その通りということで、はい、すいません、はい、ということでですね、こちらのバイク GSX-R1100 ということで伝説のバイクですね。この度はね、なんだか車検でお預かりしたということで、このバイクをね、まあいい機会なんで皆様に詳しくちょっとご紹介したいということで、はい、一つね、ちょっと資料を作ってまいりましたんで、これはね、意外と大事なことですよ、言っときますけど、このですね、まあちょっと、古い伝説のバイクっていうのはね、まあその時の当時の、文化であるとかですね、我々がその時感じていたことなんかもね、まあ、できれば込みでご紹介したいと思います。まあそうしないとね、ただの古い機械になっちゃうんで、その辺はね、一緒くたで、ご理解いただきたいなというところでございます。1985年、グローバル化が進む世界経済、プラザ合意によるね、円高誘導なんかっていうこともありましてですね、まあもう世界でも、中心的な役割を担い始めた製造産業国日本っていうことですよね。この年はですね、僕は実は、中学1年生でしたね。はい、で、筑波で科学万博なんかが開催されて、日航ジャンボ機墜落事件というのが、ね、ありました。うん、これがね、1985年ですね。流行語は、トンネルズの一期っていうやつですね。そうなんです、実は。で、おにゃんこクラブも、誕生なんていう年ですね。結構ガチャガチャしてるぐらいの、ね、ロン安が、ロン安、中学のね、その中学1年生の遠足でね、科学万博行ったんですよね。そうするとね、ああこんな感じとか、こうパビリオンでね、こんな、ハイテクマシーンと、お姉さんがね、こんな感じでハイテクマシーンっていうとあれなんですけど、まあもう30年も経ちましたからね、もうこんな感じのお姉さんっていうのはまあ結構街で見かけますけどね。未来だな、未来。はい、そしてそんな頃の国内バイク事情はといえば、250cc の中型車を中心にレプリカバイクっていうのが市場を席巻しておりましたね。はい、モータースポーツ熱も高く、鈴鹿8体の、ノベライ乗車は30万人以上、うん、これはもうすごかったですよね。絶頂だ。そうするとね、中型のこんな感じすごいっしょ、これこんな感じになっちゃいます。これがね、わーこれ芋も洗えんわ。多分ね、想像するにこれ1988年ぐらいじゃないのかなと思うんですけどね。はい、そうは言っても、750cc から大型バイク部門ではですね、まあ高性能スポーツバイク、これはもう GPZ をはじめとしてですね、そういうのは登場してたんですけど、もうレーサーレプリカっていう感じの見た目ではないですよね。うん、そうだよね、レーサーじゃないよね。あ、うん、まあ結構ね、中身は結構、ガリガリにスポーツバイクっていう感じなんですけど、見た目はそうでもないっていう感じ。うん、まあそんな中で登場したのがですね、この GSX-R750、出た。これはね、もう完全にレプリカですよね、これはね。もうちょっとね、これは僕はね、初めてバイク雑誌で見て、ちょっとこれは乗るの怖いなっていうふうに思ったバイクですかね。はい、吉村の耐久スペシャルになるとこんな感じですね。かっこいいっすよね。はい、まあ、いわゆるですね、高性能化が進むバイクのエンジンというのは、いわゆる空冷エンジンからですね、水冷エンジンの、移行が進んでいったわけですね。まあ、空冷エンジンというのはもうただ単純にエンジンを風で冷やすだけ、水冷エンジンというのは、まあ、ラジエーターで冷やした水を、エンジンの中を送り込んで温まったやつをまた冷やすみたいな、そういった感じなんですけどね。まあ、どうしてもバイクが高性能化していって熱量が大きくなると、もう水冷エンジンじゃないとどうにもなりませんよっていう話だったんですけど、鈴木はね、水冷エンジンに行かなかったんですね。まあ、それはなぜかというと、鈴木はね、エンジンは、軽量でコンパクトがいいっていうようなことを考えてたんですね。どうしてもその水冷エンジンにするとですね、水の通り道をエンジンの中に設けなくちゃいけないので、エンジンがどうしても大きくなっちゃう、重量も大きくなっちゃうということで、鈴木が考えたのは油冷方式っていうことですね。まあこんな感じです。一応ね、ヘッドなんかっていうのはちょっと水で冷やしたりもするんですけど、基本的に、
シリンダーの部分は風で冷やしてるっていう感じですかね。あと最大の特徴はといえばこうピストンを裏側からブジョーっと油で冷やしてるっていうような感じがね、スズキの揺れシステムの中では、大きな特徴かなっていうところでございますね。はい、これこんな感じ。一応空冷みたいにね、まあエンジンには、フィンが、冷却フィンがついてるんですよね。これまあ、空冷、通常の空冷フィンなんかに比べるとちょっとこうフィンのピッチが細かいんですよね。でそのこれなんで細かくしたのかまあよくわからないんですけど、まあスズキ好きな人の間ではまあ揺れフィンなんていう言い方もしますけど、まあ見た目にもちょっと美しいっていうエンジンではありますよね。はい、鈴鹿8タイヤ国内レースでの活躍もあり飛ぶように売れた GSX-R750、RG250 ガンマに始まる鈴木のリアルレーサー路線っていうのでもうこれは鉄板ですね、はい、もうでもまあさすがにこれ以上はね750までじゃね出ちゃったっていうのが、はい、まあ、GSX-R1100 ですね。これ750の翌年でしたかね、出たのは、GSX-R1100、130馬力、重量は200キロ切ってたんですね、197キロ、最高速度はぶっちぎりの、市販車最速265キロ、もうモンスターですね、半端じゃなかったっていうことなんですけども、そのね、移り変わりの歴史をちょっとざっと見ていきたいと思います、86年初期型、はい、1100ですね。はい、こちらマイナーチェンジしてちょっと色が変わった感じ、87年、多分ね、おそらくこれ87年モデルなんじゃないのかなとは思うんですけど、2型ですね、正解です。はい、88年型、ホイールがね3本スポークみたいな感じになりますかね。はい、まあここまではそんなに大した、大きな変化はないんですけど、はい、89年大幅進化、うん、こんな感じですね。ましたね。実はね、僕はこの頃に GSX-R を同じ形のしたやつを GSX-R400 ですね、はい、僕の中ではね結構 GSX-R この形なんですけど、まあ1100の印象はやっぱりこっちの、まあ、初期型2型のモデルですよね、やっぱりね。はい、90年になりまして倒立フォークになりました。そして91年、まあイメージチェンジですね、顔がこんな感じになった。もうこれは、400cc とか7ハも全部こんな顔になった、ね、そうですね、うん、もういっぺんにみんなどうでもいいけど毎年モデルをチェンジしてるこんなこと今考えられないですけどね。そうですな。はい、92年にいよいよですね、もうエンジンが高性能化しすぎて揺れでは追いつかなくなった。こっから水冷ですか。水冷になりました。でね、鈴木はちょっと何を考えたのかよくわかんないんですけど、水冷になった GSX-R1100 には、正式名称でね後ろに W をつけた。ほうほうほう、ウォーターの W なんですかね多分そうでしょ安っ。いやだから、多分スズキの中ではもう揺れじゃねえんだから、うん、これは先代の GSX-R とは区別しなくちゃいけねえみたいな、なんかそんなのがあった、ね、変なこだわりですけどね。もはやこれは GSX-R とは認められないみたいな、いや、それは言い過ぎでしょ。そんなところすらあるっていう、まあ、だから揺れにある程度のこだわりはあったんだなっていうのはもう間違いなく感じますよね、やっぱり。はい、まあ考えてみればですね、この GSX-R1100 の存在っていうのは、現在のリッター SS とこう、メガスポーツクルーザーの中間のような存在だったのかなというふうに思います。GSX-R1100 っていうのはですね、時代が生み落とした異端児っていうふうなことが言えるかなと思いますね。まあどのジャンルにも収まらなかったっていうことですかね。はい、発売から30年を経てもですね、 GSX-R1100 といえば揺れ、まあしかもですね、この86年からの初期的なモデルっていうのは、まあ、伝説的な存在ではありますっていうことなんですね。それは、吉村の伝説的な、コンプリートマシーン、吉村ボンネビルのベースマシーンがかっこよかったな、これなんですよね。まあこれはね本当にかっこよかったですね。そしてこの人ですね。もう GSX-R1100 すいません、許可得てますか。R1000 に押し上げたらもうこの人だと言ってもまあ過言じゃないかな。まあまあそうなんですけどはい、80年代後半の某人気ドラマにて相棒と犯人を追う舘先輩、バイクを追って逃走する犯人、逃げられたかと思ったら、なぜかそこにはですね、キーを刺したまんまの GSX-R があった。いやいや、あったけど
すごいんですよね、これね。たまにあの借りるぞって言って強奪してた時あったけど。あの昔のね刑事ドラマっていうのはね、あの大体ね、あのそのいきなりドア蹴っ飛ばして破るとか、チンピラいきなり何も言わずにぶっ飛ばす。まあだけど、そのくだり好きだね。あの警察だって言えば。あの、ああ、はい、警察だっていうことで、ね、全てあの説明がつくルールになってたんです。はい、はい、実はタシ先輩ですね、俳優デビューの前は伝説のバイクチームクールスのリーダーでした。おうおう、話がずれてる。リーダーはですね、岩城先輩だったんですね。これね、はい、これすごいですよね。いやすごいですけど、いやすごいです、バイクチームクールスっていうのはですね、これはね、あの矢沢、矢沢一さん、率いるですねキャロルの、親衛隊としてですね、これあの解散コンサートをドーンと、盛り上げたっていうところでね、一躍有名になるんですね。で、クールス自体はですね、あのそのまま後にロックバンドになっていく、そして現在も活動中でございます。兄さん喜ぶよ。これね、あのまあ、岩城先輩はね、あのロックバンドの方には参加しなかったんですけど、タチ先輩はリーダーとしてやって、まあ後に俳優として転身されて。そうですね、知ってます。でクルスはね、あの第3期にはね、あの横山健さん、クレジケンバンド健さんもね実は参加してたんです。ええー、それは衝撃なんですけど、あのレコード会社からね、あのタチの時みたいな不良のロックに戻せって言われて、うん、まあ、あの健さんはハッって言ってやめたっていう感じですね。いいねには言わならなかったんだ。ハッって言ってやめたっていう。あ、そうなのね。そういうことらしいです。おい、ジェイクさんどこ行ったんだよ。いやいや、そうですか。まあ、面白くないですか、大丈夫ですか。タチ先輩はですね、後にあの西部警察の初収録に臨む際に、はい、あの石原ボス と、渡里隊長の隣にですね、うんうん、自分のディレクターチェアをドカッと置いて、こうバーンって座った。でそうして、そこをしたら石原ボスにですね、お、10年早いなって言われたんですけど、うんうん、時代が違いますよって言ったっていう話ですね。そういう伝説が残ってます。かっこいい。ことなんですけど、かっこいい。まあ、あの石原ボスはね、おお、そうか、時代が違うか、なんて、まあそんな感じだったらしいんですけど。懐が広い。まあ、でもね、ドラマの中でね、一番最初に殉職したのはね、タチ先輩でした。恨まれてた。まあ、そんな感じでしたかね。はい、はい、まだやるか。タチ先輩と岩城先輩の出会いから、タチ先輩がズカ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 って入ってきて、はいはいはい、もう一触即発の雰囲気ですよ。もう岩城先輩ももうこれはやるしかねえっつって、ね、身構えたっていうことなんですけど、 そしてタチ先輩が言ったのは、はい、このバイク君の、おお、そうだけどみたいなところから、意気投合。なんじゃそれ。おお、まあそうですけどみたいな。それで、ここからクールス設立、リーダープリーダーっていうですね。でね、この時ね、あのタチ先輩ね、あのバイクの免許持ってませんでした。免許がない。なのでね、あの岩城先輩がね、あのバイクの後ろに乗せて教習所に通ったっていう話です。ええ話や。ええ話ですね。はい、一応ね、やっと戻るんだ。当時スズキの名物開発者だった横内悦郎氏は言います、はい、大御所です。まあ台数勝負のね、人海戦術でホンダヤマに勝てるわけがない、スズキは一発必中でヒットモデルを作ろうと、まあまあそういう風に考えていたんだっていうことです、うん、もうね、スズキ、GSX-R1100 っていうのは、文字通り一発必中の名車となりました、はい、ということでございます。そして、本日の話はここまででございます。すいません、あのタチ先輩の話しか入ってこなかったんですけど。